それではチーナーによる深層学習の第3回と題しまして、自然言語処理研究室の小川洋次郎が発表させていただきます。で、今日の内容はチーナーを使って分類問題を取り組んでみたいと思います。で、前回の説明ではチーナーによる深層学習のプログラムの全体図はこのようになっていて、まずデータを準備してクラスを定義して、で、実際に学習させて結果を出力するっていうような流れでした。で、今回は分類問題っていうことで、実際にデータが公開されているアイリスデータっていうのを使って分類問題をしたいと思います。で、このアイリスデータっていうのは150個のアヤメっていう花のデータのことで、そのアヤメのデータには花びらの長さ、幅と萼片の長さと幅の4種類のデータがあり、そのデータからアヤメの種類が3つあるので、そのデータに対応したアヤメの種類がデータセットとして用意されています。で、例えば真ん中の例のように、この花のデータに対してその花の種類っていうのが対応されています。で、このデータが150個あって、そのうちの半分を訓練データにして、半分をテストデータに使います。で、訓練データを奇数番目のデータ75個を使って、テストデータを偶数番目のデータ75個を使うことにします。で、まずこのアイリスデータを用意します。で、このアイリスデータはサイキットラーンっていう機械学習ライブラリに付属しているので、それを使います。なので、最初にサイキットランのデータセットっていうもののライブラリをインポートします。で、次に花のデータをデータセットから x っていう変数に格納します。で、実際その x のデータっていうのは下のようになっています。で、その花のデータから種類を、対応してあるデータを、y っていう変数に代入します。で、 y の中身は下のようにやってて、その各データに対応して、3種類のラベル0、1、2っていうのが、対応されています。で、さっきの y の形だと最後の、結果の評価にちょっと扱いづらいので、データの形を変更しておきます。で、その変更したのが y2 っていうもので、それは下の例のように、ラベルが0だったら1列目に、ラベルが1のものは2列目、ラベルが2のものは3列目っていうふうに、そこに対応して1を代入しています。で、このようなデータを使います。で、次に訓練データとテストデータを用意します。で、まず訓練データは、奇数番目のデータを使うので、X の訓練データは、X のデータから、奇数番目の行を取ってきて、エクストレインというものに代入します。で、そのデータに対応する答えは、Y2 から、奇数番目のものを取ってきて、 Y トレインという変数に代入しておきます。次にテストデータを用意します。これも同様に、偶数番目の X のデータを X テストに代入して、偶数番目の正解のデータを
yAnswer という変数に代入しておきます。で、ここまでが、使うデータの前処理になります。で、次にモデルを定義します。で、今回の、モデルの、外形というものは、まず入力が花のデータ4種類あるので、入力素は4次元です。で、出力は3種類を分類するので、出力素は3次元になります。で、中間層は、この例では6個にしているんですが、中間層の個数は、何個にするか、すればいいのかっていうのがわからないので、とりあえずここでは6個にしてあります。で、次に損失関数と順方向の計算の定義なんですが、ここでは入力層から中間層にはシグモイド関数で、中間層から出力層はそのままの結果を出力します。で、その誤差の計算は二乗誤差を使います。で、実際にパラメーターの学習に進みます。で、最初のこの3行は、前まで説明してきたんですが、これはおまじないです。で、次に、ミニバッチ処理っていうものをします。で、バッチ処理が1回の処理で全部のデータを使うんですが、このミニバッチっていうものは全部のデータを何個かに分割してそれぞれモデルを学習させる方法で、今回だとデータが75個に対して25個ずつのデータを使って処理します。まず x と y に、その x トレインと y トレインの25個分のデータを格納して、それをモデルに入れて、損失ロスを計算してバックワードとってアップデートでパラメータを更新していきます。で、この処理を、今回では5000回繰り返しました。で、この5000回処理を進めていく中で、この損失っていうのがどういう変動を示すかをグラフにしてみました。で、X 軸がエポックの経過で、縦軸が損失なんですが、このグラフを見て分かるように、そのエポックが進むと損失がどんどん減っていくのが分かります。最後にテストデータを使ってこのモデルを評価します。まず X テストのデータをバリアブル変数で XT に代入します。で、この時にテストでは勾配を更新していかないので、ボラタイルっていうものをオンにします。で、その XT をモデルに投下した時の予測の結果を YT に代入して、その YT のデータをアンサーに代入しています。で、実際にアンサーの中身を見ると、この下のように3次元のデータが箇条書きされているのが分かります。で、そのアンサーのその行数と列数を変数に代入してで、for文で各列ごとに処理をしていくんですが、その時にこうですね、クラスイコールアグマックスで、その行に対して最大値のものをクラスに代入しています。で、そのクラスがもしこの正解のデータのその場所と一致していたら OK にプラス1をします。で、例えば
ですね、30行目のデータを見ると、予測データが3つあって、その最大値が真ん中のデータになっています。これはラベル1の2種類目のものだっていうふうに予想してて、で正解はラベル1の2つ目の種類のものを表しているので、これは一致して OK がプラス1されます。で、まあ、これを75個のデータ繰り返して、OK の数を計算すると、まあ、このように75個中72個が正解となり、まあ、正解率が 96% という結果になりました。まあ、このようにして分類問題を、取り組むことができました。はい、以上で発表を終わります。